そんなバカな計画のために作ったんじゃないぞ、クロストメ。クソクソ。ジュン、お前はこれを信じるんだな。ああ、俺は信じるしかない。いや、信じなければいけない。そのためにも2号機との決着をつける。ジュー、ミッション内容の確認をお願いします。機体の確認をお願いします。出撃です。連邦に残った最後のエグザムを持ってわざわざこんなところまで追ってきてくれるとはな。感謝の言葉もない。さあ、どちらが真にエグザムに選ばれし者か、ここで決着をつける。行こう、マリオン。君を救う最後の戦いだ。使いこなせていないな。使いこなせた。貴様はエグザムのことを知った上でそういうのか。争いをなくすために私が協力します。本当にこれは必要な実験なのですか。私がこうなってしまったのは私のせい。違いだと貴様は気づいているだろう。私はエグザムでジオンを勝利に導く。それが彼女エグザムの望み。貴様もエグザムに囚われているとどうしてわからない。マリオ、すまん。俺は奴を殺してしまう。それが彼の救いならば私もこの手を。ユーバス、エグザムの呪縛を断ち切る。貴様がエグザムを語るのか。
待っている人たちがいる。この輝きは希望そのものだ。ありがとう、マリオン。あの戦争からしばらくして軍を退役したフィリップがサイド6で開いたパン屋に休暇を使って出向いた俺は、なぜだか近くの公園へと足を向けた。ベンチで静かに本を読む少女の前を通りかかった時、久しぶりですねと空耳を聞いた気がした。エグザムから解き放たれた彼女がどこかで目覚めてくれていればいいなんて、ハッピーエンドを望む思いが心のどこかにあったのかもしれない。その後も何度も争いは起こり、俺は戦い続けた。ダメだ、アクシズは地球への落下コースに入った。総帥は一体どこだ。ダメだ、これじゃ地球は。なんだ、ロンドベルのモビルスーツがアクシズに取り付いたぞ。モビルスーツか、何のつもりだ。ブライト艦長に確認しろ。諦めの悪い奴が俺以外にもいるなんてな。なんだ、モビルスーツが次々と。バカはやめろ。あの悲劇を、あの絶望を、俺はもう一度力を貸してくれ、マリオン。違うでしょ、みんなの思いと希望が力になる。ほら、何が起こった。わかりません、アクシズが落下コースを外れていきます。ああ、俺はこれを知ってるな。これは希望の光だ。